様こんにちは、演出家のまさきです。物思う秋、秋晴れが少ない秋、コロナの秋、落ち込む理由がある限りちゃんと落ち込もう。世の中に落ち込まない人はいません。みんな頑張った分ちゃんと落ち込む。人間力増進講座43回目、ちゃんと落ち込んでちゃんと生きる。今日も3つのポイントでお話ししたいと思います。1つ目、ちゃんと落ち込む。2つ目、ちゃんと対処。3つ目、ちゃんと生きる。というわけで今回はちゃんとスペシャルというわけなんですね。ちゃんとというのはどんな風にちゃんとなのか、2つ目のポイントあたりで分かってきます。そして3つ目のポイントでちゃんと生きる気になりますので、1つ目だけ聞いてどっか行っちゃった人はちゃんと落ち込んだだけで終わってしまうので、どうぞ最後までご視聴ください。それでは1つ目のポイント、ちゃんと落ち込む。私たちは日々様々なことにプレッシャーを感じて生きています。私たちはこの抑圧があまりにも強いと、本来なら素直に落ち込むべきところを心の奥底に一旦しまい込んでしまうという防衛本能が本能的に働いてしまうんですね。かなりショックなはずなのに何でもないふりをしてしまう。特に日本人にはそういうことあります。本来なら落ち込んでいいところをそうじゃないふりをするのは相当なプレッシャーがかかります。それこそ心に大きな抑圧をかけてしまうことになります。いわゆる空元気ってやつですね。強引にこれを心の奥底にしまい込んでいくと、心身症が胃潰瘍とか片頭痛、気管支喘息、じんましん、リュウマチなどになって現れることがあるんですね。なので落ち込む理由がそこにあるならば、まずはちゃんと素直に落ち込むことが大切です。人間が本来持っている自然治癒力というのは皆さんの想像を超えた能力が実はあるんですね。例えばエンドルフィンという脳内物質があります。これは私たちが痛みなどの強いストレスを感じた時、痛みを和らげてくれる脳下垂体から分泌させる物質で、麻薬のモルヒネと同じ作用、痛みや不安をピタッと和らげてくれる力があるんですね。そして今度はちゃんと落ち込みすぎると何が待っているんでしょうか。消えてなくなりたい、死んでしまいたい、全く無気力になっていくということもあります。これらの感情がある場合、適応障害といわれる精神疾患である場合が多いんですね。しかし恐れることはありません。落ち込んでないふりをしているよりはずっといいんですね。適応障害はうつと違って落ち込む理由があるので、その理由を取り払っていくことで解放に向かっていくことが多いんですね。こういう時には誰にも確かに会いたくないもの、一人の時間を大事にすることもとても大切なんです。この一人の時間、孤独の間に夢を育てることもあるんですね。夢の肥やしは孤独という言葉があります。誰が言ったと思いますか。私なんですね。その一方で孤独な時間が長期化しないようにも注意しなければいけません。2つ目、ちゃんと対処。適応障害は落ち込む理由があって落ち込むんですが、落ち込む理由がないのに落ち込んでいくのは皆さんもよく知っているうつということなんですね。いずれの場合もどうしても悩みや心配事を繰り返して反芻するということがある。何よりもまずこれにストップをかけなければいけません。自分の中に否定的なネガティブな考えが上がってきたら、次のようにするといいと思います。1つ目、ちゃんと反省する。2つ目、反省した自分によし、ちゃんと反省した
OK と自分に声をかける。3つ目自分に対して落ち込みお疲れ様終わりという宣言を自分に声をかけてしてみるということなんですね。ただしこれを3分以上しない方が良いんですね。というのは集中力にはだんだんと集中する集中力と一気に深く集中する集中力があるんですね。ここで必要なのは一気に海の底にさーっと沈んでいく深い集中力です。この深い集中力というのは3分以上続かないんですね。なのでちゃんと深く落ち込むということが大切なわけです。ちゃんと落ち込み、ちゃんと反省、ちゃんと OK ということが大切ですね。次に様々な困難を前向きな発想に転換していくリフレーミングという方法をご紹介いたします。リフレーミングというのは視点を変えてみる、あるいは新しい価値を見出す、発見するという意味なんですね。いくつかこの方法があるんですが、主なものをご紹介しますと、一つ目はあっけらかんとした人の考え方を聞いてみる。周りにいらっしゃいますか？あっけらかんとした人、私ですね。私なんかはあっけらかんとした方なんですよ。二つ目は自分がそう考える確信はどこにあるのか。大抵裏付けがない、悶々とした考えでしかないことが多いんですね。三つ目はいつもこうなる、こんなことばかり、絶対うまくいかないというフレーズほどこれ当てにならないものはありません。ですからこんなことを言わない、口に出さない、思わない方がお得です。4つ目はもしそのような自分が他人だったらどのように励ますかということを考えてみる。5つ目は短所をそのまま裏返しにすると長所になるということに気づくんですね。例えば会話が下手で口下手だという人は聞き上手、あるいはもう自分はネガティブで否定的な考えしかできない、そんなことばっかり考えてるという人はよく考えて行動するタイプ、あるいはもう私結構ネクラで暗い方なんですというのは落ち着いて見えるというように、逆はまたしんなりということですね。ところでこのチャンネルでも繰り返しお伝えしてきた物質セロトニン、これは精神安定剤とよく似た構造をしてるんですね。このセロトニンが不足すると慢性的にストレスを感じやすくなって、疲労、イライラ、向上心の低下、仕事への意欲低下、協調性の欠如、うつ的症状、不眠といったそういったものが出てきてしまうんですね。脳科学者の中野信子氏によりますと、日光を浴びるだけでもこのセロトニンは多く分泌されると言われます。日照時間が少なくなると次第にこの分泌が低下していく、だから冬に向かっていくと、もうセロトニンが減っていくということになるんですね。そういう時はできるだけ明るい光、できれば LED みたいな光を買ってですね、あれ長持ちしますから、そういうのを先に見るということも大切です。そしてこうした光を浴びるタイミング、はできれば太陽がいいんですが、これは起床直後から30分までが重要で、見る時間は15分から30分で大丈夫です。長く見ればいいというもんではなくて、セロトニンが無限に増えているわけではない。実はセロトニンというのはかなり脳内の中でも親分的な、もう大きな役割をしている物質なので、これリサイクルされるんですね。このリサイクルされるセロトニンをセロトニントランスポーターと言ってます。このこと詳しく話してるのはもう一つのチャンネルのワックじいちゃんというチャンネル、まあ聖書の話をしてるんですけども、このじいちゃんの方の23回目にこのトランスポーター、セロトニントランスポーターで話をしてますので、もし興味がある方はそちらの方のチャンネルもご覧いただけると感謝です。3つ目、ちゃんと生きる。
誰もがちゃんと生きたいと思っているんですよね。だから落ち込むというわけなんですが、私たちはそういうわけで毎日落ち込む要因を抱え、さまざまな危機を背負っているということになるわけです。日本人はこの危機管理能力のレベルがとても低いと残念ながら言われてるんですね。コロナが流行り出した時、それは海の向こうの出来事でした。さらにコロナが日本に近づいてきても、それは客船の中、ダイヤモンドプリンセスという客船、2月頃動いてました、その船の中の出来事だと思っていました。対岸の大火事がいよいよ自分たちの足元まで来た時は、もはや時すでに遅し、全てが後手後手に回って、ようやく出てきたのがアベノマスクという、そんな感じでしたよね。こんなところに島国日本の、もうそれは海の向こうの出来事だという、そのあたりの脆弱さが出てしまってきたんではないかと思います。危機管理能力の低さの原因は実はもう一つあります。それは何が起ころうと人任せという、そういうところがあるんですね。自分がうまくいかないのを周りの人のせいにする、そんなことがよくあります。しかし人は自分が変わろうと思った時にしか変われないものなんです。そして自分が変わったのは自分が決意したからであるという考え方をしない限り、何も変わっていきません。アメリカの心理学者フィンクによる危機モデルというのがある。これは危機に至っても必ず時間経過の中で気持ちが解放されていくという心理なんですね。一つ目が衝撃期。大切なものをなくした時、チャレンジに失敗した時、失恋した時、誰もが当然落ち込みます。落ち込まない人はいません。これが衝撃期です。2つ目が防衛的対抗期なんですが、衝撃期の後、私たちは現実が受け入れられないで、心理的にああでもないこうでもないと考え始める。考え方を変えたり、ああでもないという試行錯誤をいっぱい反芻してしまうという時期があるんですね。3つ目が承認期。やがて時間が過ぎると、自分の心と向き合ってみようという気になって、少しずつ落ち込んだ出来事と折り合いがついていくということなんですね。何が起きたのか、何が原因だったのか、だんだんと整理できていくということです。4つ目が適応期。少しずつ穏やかさを取り戻し、好きなことや新しいことを始めるなど、自分にとってプラスになること、そんなことを取り入れるようになっていきます。悲しい出来事を前向きに解釈して向き合い、これを生きる糧にしていくことができるようになるんですね。この最初に言った1と2の衝撃期、防衛的対抗期の時に、ちゃんと実は落ち込むべき時なのに、これを心の奥底にしまい込んでしまうと、リバウンドが大きくやってくる。ショックなはずなのに、何でもないふりをしてしまわないこと、本能的に防衛本能なので、自分でしまい込んでしまいますので、意識的に落ち込む、よしちゃんと落ち込もうという意思を持つということが、この時期に大切なんです。もし何でもないふりをしてしまうと、これは退避すべき時に逃げずに頑張ろうとするのと同じで、心の危機管理としてはあまりよろしくないということなんですね。なので、やはりどうしてもちゃんと落ち込むことが大切です。そしてこの辺りでそろそろちゃんと終わりたいと思います。さて、次回のテーマは、誰のために私たちは空気を読むのか。よく空気を読めるとか読めないとか日本人はよく言いますが、それが本当に功を奏してんでしょうか。空気を読みすぎて生きづらさ、不安、忖度、バッシングが今起きています。それでは次回またお会いしましょう。